秋田駅。秋田駅は、秋田県秋田市中通り7丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。秋田駅は、1902年10月21日、関節鉄道を追う北西の5丁目秋田間の開通によって、仮駅舎扱いで設置され、1905年8月1日に、駅周辺が秋田市に編入された際には、本駅舎も完成した。以後、 その駅舎を補修しつつ使用してきたが、1961年9月1日には、民衆駅として改築され、併設施設として、秋田ステーションデパートが開業した。1995年2月、秋田新幹線の開業を、より効果的にするため、秋田県知事、秋田市長、JR 東日本、秋田ステーションデパート間で、 秋田駅関連整備事業に関する基本協定が締結され、同年11月、秋田市が事業主体の協城駅舎と秋田駅東西、連絡自由通路、ポポロード及び JR 東日本と秋田、ステーションデパートが事業主体の駅ビル、トピコが整備着手に入った。協城駅舎は事業費30億円、JR は8.5億円を負担を投じ、 光と風の駅をメインコンセプトとして、さらに緩やかにうねる大屋根などをデザイン要素として織り込み、1997年3月16日にオープンした。2002年に国土交通省東北運輸局によって、日本海のうねりや秋田の山並みをモチーフにした波形の屋根が印象的な駅舎として、東北の駅百選に選定された。秋田駅東西連絡自由通路。 ポポロードは、京定駅舎は完成後の1999年8月に、事業費39億円、国11、県15、市13を当時着工され、翌年7月29日に供用を開始した。デザインポリシーとして、京定駅舎と自由通路を一体化した空間として捉え、また、延長186メートルの長い通路を単一な、デザインによる均一な空間ではなく、 連続性を意識させるデザインを持ちながら、場の持つ空間の質の違いを持たせ、分節化を図るとの構想を無限化した。なお2000年に、ポポロードは、西口広場をまたぐ76メートル、さらに2003年には、東口の再開発ビル、秋田拠点センターアルベにつなが59メートルが、延伸されている。駅ビルトピコは、事業費20億円を投じ、ポポロードと同時にオープンした。 全3フロアで土産物店を中心に物販、飲食、サービスの店舗を展開し、中央に3層の吹き抜けを設け、上下階の一体感を創出した上で多目的に利用可能なスペースも設けた。2017年3月25日に旧車屋が老朽化したため、西口に新築した JR は北支社ビルが落成。また、同月には、 秋田新幹線の開業20周年や、同年4月から、秋田県春の大型観光キャンペーンが開始される、ことを前、JR 東日本が整備を進めてきた秋田駅、中央改札前の秋田杉によるファサードや、新町アイラウンジなどが、新たにお目見えした。加えて、同年4月1日には新築となった秋田駅、西口駐車場ビルも開業したほか、トピコも改装をオープンした。 乗り入れている路線は、線路名称上は、本駅の所属線である、大宇本線と、本駅を終点とする、上越本線の2路線である。また本駅は、田沢湖線を大宇本線経由で、本駅へ乗り入れる、ミニ新幹線である秋新幹線の終着駅となっている。このほか、大宇本線追い分け駅を、路線の起点とする、小賀線の列車も、すべて、本駅まで乗り入れている。 地上駅。駅舎は、京上駅舎である。秋田駅東西連絡自由通路、ポポロードにある。自由通路の北側は、駅ビル、ビュープラザ、秋田駅、緑の窓口、営業時間、5時30分22時、在来線改札口、新線改札口の順。新幹線改札口には、自動改札機、モバイルスイカ利用課が4台設置されている。在来線は、 中央改札口のみ、自動改札機、スイカ非対応が導入されている。自動券売機は、各改札口に、緑の窓口、指定席券売機は、中央口のみ設置されている。なお、乗車券類の払い戻しは、中央改札口生産所での取り扱いとなっている。自由通路の南側は、駅ビル駐車場、スターバックスは北駅店、待合室、 ニューデイズ・秋田ポポロード店、秋田市観光案内所がある。2017年3月の改装工事で、ニューデイズ・秋田ポポロード店には、水穂銀行の MMK タイプの店舗が ATM の設置された。直営駅、駅長、副駅長配置。ただし新幹線乗り換え口と、新幹線ホームの案内放送は、JR 東日本東北総合サービス、駅ビル口改札。 メトロポリタン口改札は、秋田ステーションビル、ビュープラザは、ビュートラベルサービスに委託されている。管理駅として、大宇本線の大張の駅、和田駅、四つ小屋駅及び、上越本線の加浜駅、宇野牛島駅間の各駅を管理している。京城駅舎の北側にも古戦橋があり、駅ビル側に改札口、メトロポリタン口が設けられている。これらは、 国鉄時代から使用されている。現在の駅舎が開業した直後は、中央改札口から直接アクセスできるのは、第1ホームから第3ホームまでの在来線と第4、ホーム南側の新幹線だけになっていた。第4ホーム北側の在来線7.8番線へ行くには、一旦、第2ホームへ降り、北湖線橋を登って、再度第4ホームへ降りる必要があった。 2005年頃に秋田中央道路の建設及び南改札口の閉鎖に伴う第1ホームの切り妻部分への中央口2番線から1番線への乗り継ぎができないためと7.8番線へ旅客をスムーズに移動させるために駅舎と北湖線橋をつなぐ連絡通路が第2ホーム真上に建設された工事終了後に撤去する予定だったが 利便性が良かったため今に至っている。北湖線橋のさらに北側へ隣接して、秋田駅東西連絡歩道橋、w ィーロードが設置されている。1997年、平成9年に、京上駅舎が完成してからは通行者が減っていたが、2008年、平成20年に、自転車の通行が可能になった。自由通路2階に、専用のコインロッカー室があり、 それ以外では、西口自由通路か、交番向かい、駅ビル、トピコ内の階段、ウィーロード入口階段踊り場に設置されている。一部のコインロッカーは、追加対応になっている。ホームは4面10線で、下記の通りになっている。1.2番線は短式、切り欠き機、ホーム1面2線で、1番線は2番線の、青森方を切り替えた位置にある。番線からは、 すべてのリゾート白紙が発車している。3から8番線は島式ホーム3面6線である。3から5番線の中でも3番線は大口団体列車などが発着し、優等列車の割合が多い。2.3番線の間と6.7番線の間に通過線がある。7.8番線は福島方の半分を秋田新幹線ホームとしたため行き止まりであり。 発着する列車は少ない。なお、案内表では各ホームを、右表のように色で区分して案内している。秋田新幹線は、本駅が終点であり、東端式一面二線ホームである。在来第四ホーム、7.8番線と、同一平面にあり、土崎側に乗り換え改札口、自動改札機がある。本駅より一駅北に、貨物専用の秋田貨物駅があるため、 本駅への発送、到着はない。ただし、秋田車両センターへ搬入、搬出する、臨時専用貨物列車による、公衆輸送の到着が、稀にある。また、すべての列車が、運転停車する。主な駅弁は、下記の通り、JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は1733人で、ある。 秋田県内の JR 東日本の駅で最も多い。近年の推移は以下の通りである。老朽化していたため2017年4月末から近隣に新築した新社屋で業務を本格化する JR 東日本、秋田支社の跡地に、秋田放送、ABS が JR から土地を借り受け本社を新築移転する計画を発表している。 ABS の新社屋は2018年冬着工、翌年1月竣工。2020年春から新社屋にて放送を開始する予定である。2017年2月末をもって、秋田フォーラスは営業を終了し、同年10月に秋田オーバーとして全面改装の上、再オープンしている。秋田銀行が主導し、高齢者が住みやすい。 地域づくりと持続可能な地域づくりを目的に2014年8月に設立した秋田プラチナタウン研究会に参画する JR 東日本秋田支社と医療法人上等整形外科、秋市が2016年10月28日 JR が秋田駅東口の秋田拠点センターアルベの南側で駐車場として運用している土地を上等整形外科が借り受け 診察と治療及びリハビリを担う上等スポーツ制クリニックを会員する方針を発表し、同クリニックは2018年5月7日に会員した。また2017年3月16日には、同クリニック予定地の北隣に JR 東日本秋田支社が同社用地を活用した体育館である JR 秋田ゲートアリーナ歌唱を開設する方針を明らかとした。 同アリーナは、秋田支社のバスケットボール部であるペッカーズと B リーグに、所属する、プロバスケットボールチームである、秋田ノーザンハピネッツの拠点施設として整備し、保育所も併設するとしている。2018年6月6日に着工。2019年冬の完成を目指すとしている。秋田支社からは、同年12月15日に、アリーナ予定地北側に、 秋田県内初となる食事付きの学生マンション、合宿所の建設も発表され、こちらは2020年の入居開始を予定している。これらの再開発に伴い、秋田駅東口の小町駐車場は、2018年6月30日に営業を終了する。出店、秋田駅西口、東口バス乗り場案内。西口バスターミナルは、 広場内に4つの島で形成されており、それぞれの島へは地上の横断歩道で連絡する。壁や屋根は秋田杉を用いた木造であり、2014年グッドデザイン賞受賞。1から5番乗り場は駅前ロータリー上にある。旧ツアーバス系の高速バスはロータリーから離れた場所から発着する。新幹線と特急列車の隣の停車駅は、 列車記事を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。